どうした？戦争に汚えもクソもあると思うか？貴様らは家に帰ってのんびりミルクでも飲んでやがれ。俺の目的はカカロットだけだ。ものすごく強い奴らと戦うっちゅうのに、なんだかワクワクしてきやがった。ではその前にこれだけは聞いておきたい。計算だけでわかるもんじゃない、俺たちサイヤ人の力はな。よし、行くぞ。カカロット、粉々に打ち砕いてくれるぞ。悟空さん、悟空さん、スーパーサイヤ人になったからっていい気になるな。残る一個を探すか。なんだ、何をする気だ。そうはさせねえけど、うまく精神集中できるだろうか。ほら、そうだった。カカロッタ、おめえもか。地球は確かカカロットが送られた星のはず。とっくに どうせカカロットの潜在能力じゃ飛ばされる運命だ。だったら少しでもマシな星に飛ばしてやる。とりあえずスーパーサイヤ人になんねえとな。本当にフリーザのようだ。一体どうやって。ほら、おめえみてえに非常に徹するなんてどうやったってできねえ。まずはスーパーサイヤ人になった時の落ち着かねえ気分を消すことから始めた方がいい。その後基本的な修行からやり直そう。無理だ、それ以上喋るな。おめえならあいつらのこと詳しいだろう。なんかいい方法はねえのか。まあ仕方ねえか。すごいすごいですよお父さん。よくわかんねえ。わが関係ない。さて、行けっかベジータ、フュージョンだ。